30分。OK です。ありがとうございます。誠に感謝感激。重たいねこれ。早速メール1通来てましたので。え、マジで？はい。お願いいたします。確認できますかね。確認できないですね。あ、じゃあ後でちょっと行きましょうね。はい、お願いします。残り10秒です。はい。今日は思い出の5秒。時刻は10時を回りました。ちょっとストリームのお時間です。はい、お相手はユニット系のカント、タキーと、ミキサーのキャンです。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、スタジオの中が変です。そうです。僕も今日出勤してびっくりしました。あ、今日からなんですね。出勤して気づいたんですか。はい、僕月曜日が休みなんですよ。あ、はいはい、土日月、はい、はい、でなのでこう変わってるのは、はい、今日夕方来てみたいな感じです。そうなんですね。はい、土日月休みということは金土日は飲み放題ってことですね。いやー、それがですね、はい、なかなかそうもいかない。あ、そうもいかない。あの土日でちょっと別のお仕事してたりするので。そうなんですね。はい、あ、まあ、DJ とかですね。あ、そういうことで、はい、それでちょっとお時間いただいてるので。あ、そういうことですね。はい、さてさて、そう、何が変化というとですね、本日、ツイキャスとかね、ユーストリームご覧の皆さんは、気づかれたかもしれませんけど、窓が後ろに映って、なんていうの、この待合室じゃないですけどね。これが見える。僕たちから言うと逆に、外の風景が見える、ね、ですね、というような感じでいつもと逆になっております。ね、ちょっと不思議な感じでありますけれども、ちょっとストリーム、お送りしていきたいと思います。はい、本日のテーマ、こちらはですね、思い出の方角。皆さん、もうね、いつのものでも構いません。この曲を聴くとあのことを思い出す、あの時のことを思い出す、そういうようなね、思い出の方角のリクエストを募集しております。はい、でコメントも、ツイキャスの方はそのまま、コメントをいただいて、うん、リクエストいただければと思います。はい、できればですね、こちらエピソードも添えて、リクエストをお願いいたします。それ一番大事で。そう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 。どんなだったのかというね。そうそう。それも、聞いていきたいなと思っております。はい、ラジオでお聞きの方、それからユーストリームご覧の皆様は、数字で797アットマーク fmgino1.com、数字で797アットマーク fmgino1.com まで、メッセージをお願いいたします。それでは。ちょっとストリームお送りしてまいります。これ画面こっち向けても大丈夫ですかね。そうですね、大丈夫です。今のうち、あ、メールをしていきましょう。お願いします。お願いします。失礼します。失礼します。タブが出てないです。そうなんですよ、しょっちゅう消されてるんですよ。特にこの番組は多いですね。ね、どっかお夕方とかで消してる方が多分いるんでしょうね。バカヤロー。多分別のなんかメールアカウントで、見ているとかの可能性。そういうことですよね。これが、そうですね。はい、メッセージになりますので、はい、後ほどお願いいたします。ありがとうございます。ちょっと待ってください、皆さん。皆さん待ってください。今日ね、遠いからね。毎度、来たでーようこそ。ありがとうございます。あ、大吉さんもこんばんにゃ。早速花火ありがとうございます。模様替えしてるよね。いつもと逆なんですか。そう、ペッパーと完全にそこに来て、そして、マスマスのヤギさん、いつもありがとうございます。こんばんは、スタジオ変わって驚きました。明日のフリモンラジオは出演者いっぱいなのでどうなるんでしょうか。キャンさん、どうなるんでしょうか。キャンさんまだ聞いてないので、今日来てびっくりしたということですからね。はい、さあ、キャプテンさん、早速リクエスト。牧原の利益のどんな時も、ほうほう、少女の時にちょうどヒットしていて、歌詞を社会人にせず自分に照らし合わせてました。はあ、そっか。
あれ もしかしたらもう CM 上げちゃいますか。はい、この CM が最後ですね。やったー、ラスキチさん。どんな時もありました。あ、はーい。さあ、ショートストリームをお送りしております。はい、今日のテーマは、うん、思い出の邦楽。邦楽わかりますか。邦楽って、はい、日本語の曲ってことですよ。そうですね、ね。そうですねって思い出の邦楽っていうことですけれども、何でしょう、 もう早速ねメッセージ、うん、リクエストいただいております。まずはねキャプテンさん、はい、牧原紀之のどんな時も。就職の時にちょうどヒットしていて、歌詞を社会人に育つ自分に照らし合わせていました。あ、なるほどね。うん、僕もね今日一曲準備してきたんですけどね、こんな真面目な動機じゃないですね。別に不純っていうわけでもないですけど、ね、言わなかったのに。こんなにそうです、ちょっと僕の出しにくくなっちゃったなみたいな部分はありますけれどもね。キャプテンさんから、どんな時ものリクエストを、いただいております。それからですね、メッセージの方で、リクエストをいただいております。ちょっとですね僕目が悪いので近づいてみます。皆さんこんばんは。毎日暑い日が続いていますね。九州は大雨の被害で大変でしたが、沖縄は雨大丈夫でしたか。子供が夏休みで毎日家にいることがこの上なくストレスになります。なるほど。そうですね、子供家にいたらね、うん、もう元気ですからね。今日もそんな一日の疲れを癒す番組楽しみにしてます。最後まで頑張ってください。ということで、ありがとうございます。ラスキチさんからいただきました。嬉しい ね、 ラスキチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、できれば後ほど、リクエストもあれば、よろしくお願いいたします。さあ、それでは最初はですね、キャプテンさんからリクエストがありました、牧原紀之さんのどんな時も、お聞きください。あれ、今日ブルガリさん来てないんだ。まだ入ってないですね。ね、大丈夫かね、夏バテ。あ、わかんない。ホテル滞在中かもしれない。あ、そっち。久しぶりにね。お、閉まったって。はい。と、何も言えなくて夏探しといてます。これ、俺使っていいのかな。多分ですね、彼女なんですから。うん、あ、じゃあ一ついい曲があるので。了解。あ、楽しみだね。お願いするんですよね。お、大吉さん、思い出の邦楽は尾崎豊の僕が僕であるために。あー、はい、いい歌だこれもね。うん、私の青春時代、尾崎豊は私のカリスマでした。よく学生時代に聞いてました。僕、昨日歌ってきました。真面目にリクエストしたにゃ。ありがとうございます。
消えたくない強い気持ちを抱えていても、もう言えなくてもつ。それとサッカー尾崎ね、街路樹とかありますよね、うん、僕が僕であるためにありました、僕が僕でいるために、あ、はい、すいません、まだ言ってなかったですね、こっちで読んだだけで、はい、尾崎豊ですね、はい、ちょっと確認します、はい、猫の駅さんと一緒ぐらいかもね、そうか、いや、どんなかな、あのね、尾崎自体は僕たちよりも上の年代の人たちの、あ、そうなんだ、うちの兄貴とか、あ、そうなんだね、そう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 、がもう本当にリアルタイム、うん、僕らの時はもちろん活動全然やってはいるんだけど、うん、いつだったかな、残り1分ですね、はい、で続けてあと街路樹探しといてください、どなたの、尾崎豊です、尾崎豊です、はい、おじゃきおじゃきでしょね、フォーゲットミーノットなんか泣けるんやね、フォーゲットミーノット、あー、かけらいいですね、僕これ大好きなんだけど、みんな知らないんですよ、歌っても僕が僕であるため街路樹も OK です、あ、ありがとうございます、あとですね、フォーゲットミーノットとトーって言うなってフォーゲットミーノットはね、放題忘れないです、あの放題が忘れなぐさというよりも、うん、忘れなぐさっていうとみんな分からない、フォーゲットミーノットっていうと分からない人が多い、あ、そうなんだ、うん、で、あと太陽の破片もですね、かけらじゃないです、これ破片です、元気だね、元気になりますね、うん、もう本当にあれですよね、なんていうのかな、キャプテンさんのこの就職する時期にちょうど ね流れてた曲、自分と照らし合わせてね、うん、聞かれてたということで、なんか分かるような気がするね、うん、いいですね、やっぱりね、こういう思い出に残ってる曲ってやっぱりそういうね、なんかそういう要素がありますよね、うんうん、そうそうそう、そしてね、どん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 リクエスト入ってきております。続きまして猫の大吉さん、思い出の方角は尾崎豊の僕が僕であるためにです。私の青春時代、尾崎豊は私のカリスマでした。よく学生時代に聞いていました、うん、ということでね、そのあたり真面目にリクエストしたにゃってでもいいよね、本当にね、ね、尾崎豊さん僕も大好きです、うん、ね、よく歌うもんね、よく歌いますしね、それこそですね、うん、未だに尾崎さん のドキュメンタリービデオみたいなのがあるんですよ、お、ね、あの人ステージのね、うん、このステージ設営してあるでしょ、うん、でこれの横からですよ、こうしがみついたら登っていけるようなのがあるわけですよ、はいはいはい、ね、登っちゃいけないんだけど、うん、ね、それ登っちゃって4メーターぐらいから飛び降りて足の骨骨折して、うん、骨折したんだけどそのままライブをずっと最後まで続けたっていうのとかね、エピソードとかね、いろんなのがあったりするんですけどね、元気者だね、そう、元気者っていうかね、もうそうですね、元気者ですね最近はね、息子さんがね、そうだね、いろいろね、活動されてますけれども、はい、じゃあ早速、尾崎豊の僕が僕であるためにお聞きください。はい、いいですよね、フォーゲットミーノット、いい曲いっぱいあるんですよね、尾崎豊か、ブルガリさん来ました、うん、こんばんは、ようこそ今日のテーマはですね、思い出の方角でございます、そうです、あ、キャプテンさんが答えてました、そうそう、ちゃんとねいいな、尾崎最高だな、理由も添えてちゃんと書いてあります、うん、ありがとうございます、
まさか積み上げさんもリクエストを、その思い出の方角ありましたら、ぜひ送ってくださいね。本当ですよね。もう卑怯だなって思うぐらいコピーですよね。もうやっぱり息子だからね、うん、DNA ですよね、うん、ちゃんとついでるね、うん、ただ尾崎みたいな儚さはないねまだ若いからじゃない。尾崎もだって若いわ。いやいや、でも今の年と違うでしょ。今いくつですか。いくつだろう。だって尾崎亡くなったのはいくつ、20何歳だったっけ。うん、まあでもね、本当にね、お父さんが素晴らしくて、だけど若くしか泣いて亡くなって、うん、息子さんもあの本当に全くそのままの雰囲気だったらあの心配になりますよね、周りね。そうだよね、うん、だそれはそれでいいでしょうね、うんうん、なんかあのカリスマっていうのが分かる気がするね。おじゃき、うん、アメリカンエクスプレスの CM で、出てて、コメントで見ていてください、お父さん。マジか。マジか、アメリカンエクスプレスの CM 見てみよう。そうなんだ。あ、でしょ、でしょ。若いね。いや、だから若いっつってんじゃん。いや、若いと思って、でも26と思わなかった。いくつだったんですか。30。なんでさっきは本当に。でもさ、こう早く行く人ってなんかすごい充実してるっていうかさ、あの充実もそうなんですけどね、うん、あの尾崎豊の場合は、うん、それこそも神経をすり減らしてるっていう感じの、うん、例えばその曲を出すこのスピードだったりね、うん、求められるわけじゃないですか、うん、本当に、ね、ドキュメンタリーなんか見ると ね、うん、ね、あの、お尾崎って叫びたくなる本当に。思い出の曲は舘ひろしの泣かないで。学生の時、あ、危ない映画見てかっこいいと思い警察になりたかったんですが、マスクみたいなやつしまいますね。ね、警察官でもできないことをやるのが自衛隊さんですからね。そう、うん、ある意味超えちゃったって感じですね。すごい小学生の時面白い変換の問題でしょ。舘ひろしさんの、泣かないで。舘ひろしさん泣かないで、はい。ケインの天野裕之さんは尾崎豊さんの大好きと公言して歌丸番組で卒業を熱唱しました。卒業もいいですよね、15の夜とかね。あの頃まだね、缶コーヒー100円なんですよ。ん、缶コーヒー100円なんですよね。うん、あれ、そうか、結構上がりますね。ですよね、この曲ね。あのね、やっぱり思い出の曲になる曲ですよなるべくしてなるみたいなね、うん、メッセージソング、はい、あのそれこそね、僕たちも10代高校生の時とかね、うん、はもう尾崎豊さんの曲ずっと聴いてましたよね。そうなんだね、うん、はい、高校生なのに15の夜とかね。あよく歌うよね。そうですね、大好きですからね、うん、卒業もうしてるのに卒業とかねあ、うん、そう、まあ、そのなんかいくつになってもね、やっぱり思い出に残る曲ですね、尾崎豊さんの曲ね、うん、ですからそれ以外にもね、フォーゲットミノットとかね、太陽の破片とか、もう僕大好きな曲ばっかりいろいろねリクエストも来てます。そしてその中でいつもコメントいただきますブルガリさんからのリクエスト、こちらはですね、思い出の曲は舘ひろしの泣かないで、ね、
学生の時危ないデカを見てかっこいいと思い、ね、警察になりたかったんですがっていうふうに来ております。どうでしょう、舘ひろしさんの泣かないで。ではお送りします。さんがやってるラジオは、あの車、うん、だけ、もう本当に 旧車というか名車をピックアップしたラジオをやってるんですよ。へえ、ちょうどね、この間聞いたんですよね。おーと思って。何、アンティークってこと？アンティークとまでは言わないんですけど、例えばあの松田が、本当何台かしか出してないやつとか、へえ、そんな車とかね、はい、があるみたいでね、そういうやつをピックアップしてやれされてますね。はい、南の手を見てエンディングで竹内が欲望の街を聞くとなぜか笑えちゃうのが思い出危ないデカで挿入歌で柴田恭平のランニングショット曲もあったなあ。じゃあですよ、キャンさんごめんなさい、はい、柴田恭平さんのランニングショットって探してみてもらえます？はい、ちょっと見てみましょう。舘ひろしさんはですね、あれがあるじゃないですか。あれですよ。舘ひろしさんは、石原君のあるでしょ、うん、ね、あれでパーティーとかの時は、うん、頭にネクタイちゃんと巻いて頭に歌ってますから。あ、そうなの？酔っ払うと。あ、酔っ払うとね、ええ、そういうあの昭和の親父です最高。ランニングショット OK です。あ、OK ですか。じゃあ、この曲開けたらそれ BGM で流してもらっていいですか。一番準備してたものが見つからなくても結局第二候補に回ります。あ、そうなんですか。一応思い出って言えば思い出にまつわるものはいろいろあるので。あ、そしたら何か一曲は今出せます？そうですね、一応僕はあのステディ&ポーの春夏秋冬っていう曲を。あ、じゃあですよ、前半のラストそれでいきましょうか。あ、お願いいたします。ランニングショットと欲望の街、欲望の街探せますか。欲望の街、これをちょっと探してみましょう。はい、お願いします、はい、これもね、BG に入れたいと思います。はい、これもそうですね、ネットから今入れるので、はい、 BG スタートがいいかもしれない。コメントっていうのがさ、いいね、うん、いろんなシチュエーションがあって、はい、間もなく落とします。さあ、舘
地ひろしさん。いいね。舘ひろさんの曲はなかなかね、ええ、うん、なかなか聴かないですよ。聴かないじゃない、聴けないですよ。ねえ、うん、さあ舘ひろしさんの泣かないで、はい、危ないでかのね、うん、方で使われておりましたけれども、はい、今ね BGM で流れてるのは、はい、相棒の柴田恭兵さん。ね、柴田恭兵さんが歌われてました、ランニングショット、ね、これはねキャプテンさんからの教えていただきましたけどね、お二人ともね歌歌われてるんですよ、はい、あんまり見ないと思いますけど。そうですね、ね、うん、なぜかは言わないでおきましょうね、はい、はい、ねえ、こうしてみるとあの思い出って言ってもいろんな思い出ありますね。そうですね、ええ、やはりあの印象に残ってる思い出っていうのは人それぞれだと思うので、ですよね、悲しい思い出だったり、あとは楽しい思い出だったり、ですよね、はい、なんか僕が準備してるのをどん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 出しづらくなってきました。そうなんですか。おかしいな、なんでかな。僕も用意してたっていうか、はい、振られて用意しようと思ったのが湘南の風の晴れ伝説っていう歌だったんですけど、見つからなくて。あ、見つかない、はい、これ の, エピソードっていうのが、はい、まあ、自分陸上競技をやってたんですけど、高校生の時3年生の時に走り幅跳びで直前にこれを聞いて、ずっと頭の中で流しながら、まあ、跳躍をしたらバッチリ6位以内に入って5位入賞で南九州大会決まったっていう思い出を。あ、テンションの上がる曲、そうですね、っていうことですね。でリズム BPM も早いのでトン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 って盛り上げながらこの足に合わせていくみたいな。へえ、それができるかすごいね。でもね、そういうものみたいですよ、やっぱりリズムっていうのがね。そうなんですよ、でも何でもそうだよね。そうです、そうです、だからリズムっていうのがね、だから今の陸上競技あれなんですよ、音楽聴くの禁止なんですよ。あ、そうなの。助力って言って、この結局、まあ、助けを得てるでしょうっていう、日本の陸上競技会はそういう認識で、日本で国内のレースはそれは禁止になってます。あ、結構昔は高橋尚子さんとかも結構やったりとかして、ね、前に聞いて自分のテンション上げて、はい、それからっていうっていうのがあったんですけど、ね、今日本国内はおそらくそのまま禁止 の, 状態が続いてると思います。そうなんですか、はい、ケチですね。ケチになるのかな。まあでもやっぱりこれをうまくコントロールできるのも能力だとは僕は思うんですけど、うん、やはり自分で曲を聴いたりしてないとこれが伝わらないじゃないですか。そうですよね、はい、だからそういう能力を持ってる人はやっぱり能力を生かすべきだと僕は思うんですけどね。ですよね、放送を聞いていただいているお偉い様がいたら検討していただきたい。ね、はい、さあさあ、それではキャンさん他に何か一曲。そうですね、僕の方で、まあ、ステディ&コー、はい、ドラゴンアッシュの古谷健二さんとか、はい、他のラッパーの皆さんがコラボしてやっていた、まあ、期間限定のグループですけど、はい、それの春夏秋冬という曲が、ちょっと思い出の曲なので用意しました、はい、どんな思い出。修学旅行の時にライブをしました、はい、この歌で。あ、この歌でライブ、はい、僕は痛い子で、はい、授業の合間とか移動教室の時に歌っちゃう痛い子だったんです。痛いね。痛いです。歌が大好きすぎて、だから普段みんなに音痴ってからかわれてたんですけど、うん、修学旅行という特殊なムードの中歌ったら、うん、もう何百人の前でイエーイっていうこの盛り上がりが楽しかったという思い出です、うん、はい、ではお聞きください。いきます、はい、お聞きください。ステディ&コーで春夏秋冬。読んでくれ。これエレナリーのキングの2人アンシュのゲームがコラボしてるくらい有名だったね。時々カラオケで歌うの。歌うんだ。カラオケです。タッシー、柴田恭兵、どちらもピーピー。今は何でも禁止でダメにゃ、うん、あ、ダメだにゃ、おキャンデンさん、何でもですね、禁止禁止、みたいなね。僕にとってはエルビリーがリサイルに食いつけて対面に飛ばされて死亡。それで、なんですね。
原因は罪というか過去の思い出です。いいなあ、花火に打ち上げられてる。まだコンプレックスの声を止めないで、ああ学生時代にカラオケで歌ってたからすごい思い出ね。スティッカー工事とで限定コラボ、そうですね、コンプレックス声を止めないで探してもらっていいですか。はい、探します。あ、D2 回も飛ばされた、とどめ刺された感があるね。なのにズガンズガン。ないみたいですね。で、コンプレックス？はい。声を止めないで。そうですね。コンプレックスは今クラウドの方でも消し去れてないよね。言わっている。マジで。花火だ。消えてる。綺麗だよ、結構長いし。 ありました。あ、漢字で入ってたからですね。はい、ありました。あ、ありがとうございます。はい、止めないでは聞いてもらでした。声を止めないで。はい、あ、止めないでが漢字だったんですか。もそうですね、あのこっちの検索からそのまま引っ張ったんで、止めないでが漢字で、でも検索で引っかかる本当のタイトルはひらがなでした。ということで、ありました。大丈夫です。で、これそのまま CM 行ってもらっていいですか。わかりました。あ、CM ですけど、はい、ちょっと曲よりもまだあと、あ、いける、あ、いけますね、大丈夫です、ボタン押せばいけるので大丈夫です。お願いします。はい、キャプテンさんが丁寧に、春夏秋冬はリップスライムのイルマリ、スケボーキングの2人、ドラゴンアッシュのケンジがコラボしてるから有名だったよねっていうね。そうなんです、曲ご存知で、僕なんか世代にとってはもうヒーローですからね、古谷君です。で、これを修学旅行でやったわけね。はい。じゃあ、やりまって歩き出すってちょっと声真似もしながら。あは、はい、それぞれの声を真似てちょっと一人でこうやってやってます。じゃあ、イメージ的には、あの、俺が音楽祭で X やってみんなでわーってなったみたいな感じですか。あ、そうそうそう、そんな感じです。ね、だから未だにあのその当時の同級生と飲んでカラオケとかってなると歌ってって言われます。あ、その当時の同級生がこの間紹介した あいつでございます。未だにやってます、ね、未だにやりますよ ね、 ね、やっぱり楽しいですよね。そうそうそう、思い出の曲っていうのはそういうことですよね。ですよね。ということで、X のサイレントジェラシーとかやったらね、ちょっとね、X とかやったらね、ちょっと盛り上がりすぎてしまうので、そうですね、皆さんびっくりされる、そうそう、ラスキッツさんとかあれって思われるかもしれないんでね、ちょっと放送に集中できなくなりますね。そう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 。いいですね、やっぱりね、皆さん思い出。いいタイミングでしたね。ありがとうございます。次の曲はどうします。明けはもうその BG でいきますか。あ、新しい、じゃあいくね。ですね、今あですね、Forget Me Not があったじゃないですか。はい、あります。 Forget Me Not を BG でいきますか。ね、BG はと欲望の街を BG でやってもらって、はい、で、Forget Me Not を行きましょうかね。はい、Forget Me Not はね、ファンが多いんですよ。ちょっと読み込みましょう。昔はね、本当にね、知る人ぞ知るだったんですよ。尾崎を好きな人しか知らない。あ、ただ今ほらカラオケでいろんなところでみんな歌うじゃないですか、うんうんうん、だから、あ、いい曲っていうふうに、その尾崎ファンじゃない人も知ってるような曲になりましたからね、うん、僕らが歌った当時は本当に歌っても、うん、それこそ僕らなんかの同年代は誰も知らないような曲でした、うん、メジャーなのかな。15の夜とか卒業とか、うんうん、そういうところでしょ、うん、なので太陽の破片
太陽の部屋も、普通の人は知らなかったですね。あ、ディープインパクト懐かしい。 I see you, Grateful Days いいよね。僕この曲が一番好きなんですよ。 Grateful Days ラップ目覚めたのこの曲です。マジで？はい。じゃこれも検索しておいてくださいね。あ、わかりました、ありがとうございます。ちょっとストリームお送りしております。今日のテーマは思い出の方角。方角、思い出の方角。なんかちょっと違う方角違いのあれを考えてしまいましたけど今ね。なくならないことも考えつつ、たくさんリクエストいただいておりますね。そして今 BGM ではこれはね、欲望の街流れておりますけれども、これ、南の帝王でしたよね、うん、はい、南の帝王で、かかっておりました。この街、これもね、思い出があるという方がいらっしゃいましたのでね、はい、ちょっと BGM の方でかけさせていただいております。さあ後半1曲目ですね、これね、先ほど尾崎豊さん、うん、僕が僕であるために書きましたけども、はい、その時に、いろいろと上がってきました中から一曲お届けしたいと思います、この曲、そうですね、僕の思い出としてはですね、多分ね二十歳ぐらいの時ですかね、なんだろう、その時僕逆に Forget Me Not っていうタイトルを知らなかったんですよ、うん、忘れな草だと思ってたんですよ。あ、さっきの話ね。そう、うんね、忘れな草っていう曲だと思って聴、いていた曲、はい、ね、タイトル Forget Me Not、 こちらをお聴きください。ディープインパクトとかグレートブデイズはカラオケでよく歌う。僕もよく歌います。うまかと思った。グレートフルデイズが、ま、あの結構カバーされてるので、ね、原曲がパッと見今ないんですよね。あ、ないな。持ってこれかすごいな、はい、入れてないかな。今は何でも聞いてダメだ。面白くないですよね、何でも禁止でね。トラファンシャー何入れてるのに、グレーテフルデイズ入れてないの。ああ俺のバカ野郎。ディープインパクトとかだったらすぐ出るんですけどね。ああ、これは入ってるんです、アルバムを丸々入れたので。ああ、そういうことね。はい、というかさ、なんかいやもう本当に凝縮されてますよね。だからなんかこんなに若かったかなって感じする。こんなに若かったんですよね、うん、それこそ、うん、いくつ上なのかなと思う。いつだったかな、亡くなったのね、亡くなった時の報道ってね、うん、びっくりしたんですよ、うん、本当に。日本を変える真の音楽だ。お前の鼓膜直接噛んだけど、心に満ち迫る自分が爆発するの、悠々壁がなくなると思う。これ、あれですかね、キャプテンさん。はい、そうですね、ディープインパクトです。日本を変える真の音楽だ。お前の鼓膜直接コンタクトみたいな感じ。やばいやばい、かけたらやばいやばい。心に響くすまじい爆発音っていうような感じです。いいね。キャンプさんが止まらなくなりそうです。危ない、危ないっす。
それに比べてグレーティフルデイズの方は結構しっとりした叫ぶかもしれないですね。逆に開けて開けていこうみたいな。でも本当になんか日本の音楽変えたと思いますね、この時のコラボレーションが。なんかこのロックの中にあのこのラップが入ってくるっていうのは当たり前になったじゃないですか。ああ、はい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 、そうですね。ヒップホップとこのロックの垣根がなくなったっていうのはやっぱりこの歌以降っていうのはやっぱ大きいと思います。もともとやっぱりエアロスミスとか、が、まあ、やってたようにラップがちょっと入ってきてっていうのからちょっとヒップホップの方に寄ってるような感じが強いんですけど、ロックよりもヒップホップが強い、でもロックだよねっていうのがこのスタイルだと思います。俺やってるラップするのか、なんか和訳する必要なくハマる。そうそうそう、こういう歌詞があるんです。こういうこの時のコラボレーションでいろんな人が歌うってラップがすごく面白かったです。キック・ザ・カンクルの鳥一行とか、あれも結構いろんな方集まってわーっつってワイワイしてる感じの、でもだから MC がいっぱい入ってるんでもう一人で歌うのが大変な。あ、ですよね。はい、ずっと喋り通しみたいな歌が多かったんで、だいぶ勉強になりました。絶対歌い切ってやろうって思って。あ、それはあるよね。ブレスをどこで入れればいけるみたいな。ここまで続けてみたいな。ゲームクリアな感覚でした。あ、なんかここまでのルートをここで行ってブレス入れたら、あ、ここまでいける。多分もう落としていいですよ、長いし。あと25秒。じゃあ落としていいですよ。はい、ポケットミーノとお聴きいただきました。曲がね、今流れてる間ですけれどもね、だいぶちょっと盛り上がったお話がありましたんで、ディープインパクト、馬じゃないですよ。曲ですよ。ね、こちら、まあ、日本の音楽シーンを変えたねっていうお話ありましたのでね、ちょっと、お聞きいただきたいと思います。どうでしょう、すぐ見つかります？はい、ではよろしくお願いします。最高ですね。乗ってきたよ、これ乗ってきたよ。これこの時はもう小学生中学生ぐらいの時期なんで。すごいな、それも。バリバリハマってる時。それこそ小学生入る前は愛は勝つとかが好きで、おかしいね。なんか間違ってるね。間違ってます。そっか、生まれながらにマドンナを聴かされてるんで歌えるっていう。ああ、そういう環境はね、はい、やっぱありますよね。だからもうこんな音楽になんかハマっていくのも早かったですね。まあ抵抗がないんでしょ。抵抗は全然ないですね。もう何でも聴いてわすごい楽しいっていう感じで、ただ親がすごいなんかあれ嫌いこれ嫌いが多かったんで、なかなか手に入らないっていうのはちょっと大変でした。そうですよね、ビーズもね、なかなか親が好きなのしかもらえないとかね。そうですね。それこそビーズとか親も好きなんで、うん、クリスマスプレゼントとかで、うん、サンタさんからみたいな感じで入ってきたりもしてましたけど、シングル1枚で済まされた時もありましたね。この曲が好きなんでしょみたいな、はい、これが好きなんでしょうね。バカみたいにそれで喜ぶっていう。子供なんてそんなもんですよ。そこで文句言ったら子供らしくないですよ。
親からちょっと安くすんだラッキーぐらいだったと思うんですけど、まあね、でも小さいことで喜べるって素敵だよね、はい、これはね子供心っていうかね、純粋だからこそですよ、うん、検索に集中しすぎてせっかく写真撮ったのにあげてなかったです。そんなもんですよ。結構気に取れてたのにな。もうあと10分ぐらいしかないです。そうなんですよね、もうあと10分なんですよ。早いですよ。今一応まだ太陽のかけらとか街路樹とか声を止めないでもありますけど、うん、何も言えなくて夏もまだ流してないですもんね。そうですもんね。それ出てこないんじゃない。なんかねテンションがね全然違う方向行っちゃってるんで、こうちょっとなーと思って。でもすごいですよね、舘ひろしさんから、はい、ね、やっぱ皆さんやっぱ思い出っていうといろんな曲がやっぱりね、もう一つじゃないですからね、はい、これはあのやっぱり曲ごとにねいろいろありますよね。それこそ失恋した思い出もあります。そうなんですよ。そうそうそう。それこそね、あれですよ、サザンの真夏の果実とかね、はい、カラオケで初めて歌った曲だったり。ああ、そういうのもいいですね。ね、カラオケで初めて歌った曲、多分僕は愛は勝つです、ね、間違いなく3、4歳、5歳ぐらいで歌ってたんで。それもすごいですね。リスンラジオで聞いてるね、いいにゃ。直接コンタクト。お世話になってますが、来週ヨガのテーマ。ですね、あ、でも決めてる。そうです、先週ですね、キャプテンさんから、歌詞がいい曲、うん、ということでいただいてたんですね。ですから、今日はあの思い出の方角ということで、はい、お送りしましたけれども、来週は歌詞がいい、いい。はい、ということでね、ディープインパクトをお聞きいただきましたけれども、なかなかこの番組にない雰囲気の曲ではありますけどね、はい、だけどこのやっぱりそのなんていうんですか、 DJ をされてたり、はい、そういう方にとってはこの曲は、忘れられない曲というか。そうですね、やっぱ衝撃っていうか、僕がまだ小学生とか中学生になったかなぐらいの時に出だした曲なので、やはりあのこれまでの日本の音楽にない本当にこの歌で歌ってるように斬新な曲だなっていう印象がすごく強かったです、うん、はあ、ですよね。なかなかね、歌詞、はい、キャプテンさんがね、送ってくれたりもしてますけれど、はい、まさにその通りだなっていうような、うん、ね、これちょっと来週のあれにも通じるかもしれない、ね、通じるかもしれませんね、ね、はい、ということでですね、来週のお題はですね、先週キャプテンさんからいただいておりました、この、歌詞がいい曲、歌詞がいい曲、歌詞がいい曲ですよ。これは洋楽、ね、邦楽含めてですか。これは邦楽の方で、邦楽限定で、なぜかというと、はい、やっぱり聞いていただいているリスナーさんですね、はい、皆さんにどの辺がいいのか、ね、とか、あ、確かにそうだなっていう風に共感をすぐに得たいと、はい、うん、得ていただければいいなということもありまして、はい、方角の方がね、そうですね、分かりやすいかなとまずは思いまして、はい、もしまた回を重ねて、そうですね、洋楽バージョンっていうのもいいかもしれないですね。洋楽バージョンももちろんいいと思います、はい、ですが次週は、邦楽の方で、歌詞がいい曲、いい曲というのを募集したいと思います、はい、歌詞がいいっていうのも例えばみんなが聞いていいと思うものと自分がその例えばシチュエーションがあってね、その時にこの曲のこの歌詞を聞いてとってもなんか共感できたとか心に染みたとか、そうですね、そういうものがあればそれでいいんじゃないかなと思います。なので、ね、他の人のことを気にすることはないので、ね、ちょっと面白いコメントを見つけてしまいました。僕今ツイキャスの画面見ないようにしてますでも目に入っちゃったので、ね、これ来週流しましょうね。ね、あ、じゃあ今日で用意しておきます。お願いします、はい、この曲来週流します。わかりました。ということでですね、今日もですね、もう残り時間6分
少々なってまいりました。はい、けれども、まあ、あと2曲ぐらいなんとかいけるのかなってね。そうですね、ギリギリいけそうですね。はい、思いますけれども、まずはですね、では、キャプテンさんからリクエストをいただきました、コンプレックス、コンプレックスの方から、はい、はい、恋を止めないでお聞きいただきたいと思います。懐かしい。あ、いいですね。何度見てもおかしいんで。もうキャプテンさん最高。しかも本当に思い出だからね、いろいろね、サブちゃんね。いいですよ。歌詞がいい方角、来週楽しみにしてます。正勝さん、あれですよ、歌詞がいい方角、自分がいいと思うけどそれでいいんですからね、リクエストお願いします。同じく皆さん共感されてますね。ですよ。次は その次は決定です。何も言えなくてなっちゃう。まだかな、何も決定。そうです。何も言えなくてなっちゃう。なんか全然関係ない感じになってきたから、ちょっと直しづらい。どないしようか。もう私も泣かれてる。そりゃ死にますよ。でもすごいね、この番組ね、ラップから演歌までね。いやでもここまで突っ込むとね。いやいいと思いますよ。僕も演歌勉強しましょうね。あのね、なんかね、本当にね、いい曲ありますよ。そうですよね。ええ、妹は結構好きなんですよ。そうなの。はい、坂本冬美とか。あ、坂本冬美さんはね、またね、若い人たちも人気ありますからね。そうですよね。ええ、だから割と聞いたことはあるんですけど、なかなか僕個人としてはやっぱり眠くなる曲は、うん、あまり聞かないことが多いので、ちょいちょい上げていかないとね。寝るときに聴くのロックなぐらい自分結構上がってる曲でも寝れるので。いいんじゃないでしょうか。割と皆さん誤解してると思うんですけど、低音の聴いてる曲って寝やすいですよ。ですですよ。心臓の鼓動とあって結構リラックスできるので、スピーカーとかも低音の聴いてるスピーカーとかで寝ると意外とぐっすり。そうなんですよ。そしてそのままね、もう起きないぐらい、はい、ね、目覚めないですよ。永遠の眠り。あと3分ぐらいですね。分かりました。アードロックって矢沢さんに燃えるとよ。すげえ。ごめんなさい、今何がありましたっけ。ですね、はい、ちょっと待ってください。街路樹、太陽のかけら、何も言えなくて夏です。はい、いいんだけどな。我慢坂、どうしよう、何かで探しちゃってるか。我慢坂は来週僕が用意してきます。お願いします。使わないですね。じゃあ、太陽の破片。はい、太陽の破片で、そのままつなげます。一回マイク入れますね。ちょい入れてください。はい、じゃあ BG で流しましょう。下げます。はい、ということで、はい、コンプレックスの声を止めないで聞いていただきました。もう本当に久しぶりですね、この曲もね。もう今日の放送もあと2分です。あ、早っ、ね、うん、もう皆さんの思い出の曲、はい、いろいろ、本当にいろいろありますね、うん、楽しかった ね、いろんな種類があってね、なんていうの、バリエーションっていうのあって、本当にいつも楽しませていただいてます。はい、来週のお題は、心にしみる曲じゃねえ、歌詞のいい曲ですね。そうそうそう、ね、邦楽編ということで、はい、リクエスト募集しております。もう1曲はね、すでに決まっておりますけれども、来週お楽しみに、お聞きいただきたいと思います。はい、今日もキャプテンさん、猫の大吉さん、それからブルガリさん、まさかず宮城さん、ラスキチさん、皆さん、リクエスト、メッセージありがとうございました。ありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた来週。また来週。
テーマから外れて爆笑しちゃう番組にゃ時間早いなと、本当早いですよね。あ、嬉しいな、花火行きたい。サブパワーマックス、いつもサブローさん出るとあれが出るね、これ確かに、ね、あの なぜそこで笑いが出るのかっていうのもおかしな話ですけどね。ずっと突っ込んでるからね毎週というかね、あの方向ベクトルがねそう、こっち行ってるのにこの微妙な方向にずれてるっていうね、サブちゃんいいと思います、ね、ありがとうございます。花火大会ね、え昨日もなんかね、どっかでね、花火の音がね、ボンボンしてたんですけどね。あちこちが好き。いや、だから、ね、音だけして見えない花火より ね、音はしないんですよ。だけど目の前で、たまやって言いたくなるね。はい、たまや、その次なんでしょう。たまやといえば、かぎやですね。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。うん、今週も楽しかったです。花火もたくさんで。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。ではまた来週。はい、また来週。また来週よろしくお願いします、保存。お疲れ様でした。